高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで4月に入りましたね、新年度ということでございますかね。そして改変期突破して1回目の放送でございます。ありがとうございます。4月からも皆さんよろしくお願いしますね。いやということで、さすがに4月と聞くともう春っていう感じがしますけども、皆さんの周りの桜はどんな感じでしょうかね。私もですね、今年はですね、去年はね、ずっと寒い時期から走っていたので、そろそろ咲くかな、あ膨らんできたなんていうのを毎日ね見ながらいたんですけども、今年は運動方法をですね、ジョギングとかではなく踏み台昇降に変えてたりとか、他の筋トレに変えてたりとかしてるので、実はですね、初めてこの間お花見に行こうみたいになりまして、ほんで行った日がですね、まさかの雨っていうですね、そんな感じでですね、もう逆にでも全く人がいない雨の日だったんでね、だからまあのんびりと見れるいい感じの、僕はね雨の桜も好きなのでっていうところでね、で誰と行ったかと言いますとですね、デジモンアドベンチャー02のですね、声優陣と言いますかね、本宮大輔くん役の片山福十郎くんと、でね部員も役の野田純子さん、それで、私のね、大好きな大好きな相方ね、一乗寺健役の、ランズベリーアーサーくんと、4人でね、ダブルペア、ダブル、なんだ?ダブルペアのね、そんななんかダブルデートみたいな感じで行ってきましたけどもね。そうなんですよ。そんでね、ちょうどその桜の咲いたあたりに、まあね、私のデビュー記念日もありましてね、ライブもやりまして、今週感想文ね、メールたくさんいただいておりましてね、ありがたいなと思いつつ、その日もね満開なところもありましたけどもね、そのデジモンアドベンチャー02のザ・ビギニング映画ですね、こちらのね公開日もねバーンとね、この桜にね便乗するように満開のようにですね告知されまして、嬉しいなというふうに思っておりましてですね、10月の27日公開決定しましたので、もうちょっと先になりますけどもね、今から花丸つけてぜひ皆さんね見に行っていただきたいと思います。02ならではと言いますかね、本当にわちゃわちゃとその部分もありつつ、とてもね深いお話になっておりますんでね、なんていい方をしていいかどうかちょっと分かりませんけども、ね、皆さん楽しみにね、やっとゼロツーの、ねメインといいますか、ゼロツーの、ね、メンバーがこう、ね、楽しみでありますので、これ、ね、ネタバレしちゃいけなくてね、言葉選ぶでからちょっとねしどろもどろになっておりますけども、ね、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということでお時間がなくなりましたけども、行ってみましょう。今週のチョロチョロタン行ってみたいと思いますけども、ご飯って言われてね、おねだりの仕方がちょっと最近分かってきましたよっていうところでね、でご飯を持ってあげるんですけど、カリカリに大好きなおかかを必ずこう一つまみに混ぜた、それをこうねまぶすんですよ。そうすると大体みんなみんなっていうかチョロタンはそのおかかの部分から食べちゃうんですけども、でそのねご飯が食べたいときはちゃんとこう、あご飯だご飯だっていう感じでそのご飯の置くところで待ってるんですけども、チョロタンご飯って言うとですね、必ずね一回にゃってちっちゃい声で鳴くんですよ。そのにゃ、それが聞きたくて毎回必ず聞くっていう、たまに返事してないときは何回も言うんですけど、そのときは一切言わないっていうね、そんなこともあるんですけど、大体言ってくれるんですけどもね、もうね、いやーそのご飯待ってるよーっていうね、もうね背中でね早おけって言ってるんですけど、そのね早おけがまた可愛いんですよね。ということで4月になりましてね、いろいろ環境が変わった方もいらっしゃるかもしれませんしね、もしかしたら初めてこの番組聞いたよなんていう方もねポツポツいらっしゃるかもしれませんので、ぜひね今後ともよろしくお願いしたいと思います。高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。高橋直澄のまずは普通のお便りご紹介しましょう。今週はですね、もうこれに限りますと言いますか、もうたくさんいただきまして、熱量のこもったね、直澄高橋アライブ2023ね、アンジーの感想もたくさんいただきまして、皆さん本当にありがとうございます。ご紹介していこうかなというふうに思いますね。まずはですね、神奈川県ピーターパンダからいただきました。オープニング映像
去年の配信アライブ A2 から始まったななんて思って映像を見ていましたら涙が出てきて、オープニングですでに泣いちゃいました。バンドメンバーの皆さんが入場されてきて、私の心のいけないいけない泣いてちゃ皆さんの顔がぼやけちゃうと目をゴシゴシこすっていたのですが、最後にナオニーの登場でナオニーの顔を見ていたら、うわーんとやっと会えた嬉しい涙、目の前にナオニーがいる、みんながいる、それが嬉しくて嬉しくて本当に嬉しかった。ずっとずっとずっと会いたかった、ずっとずっとずっと帰ってきたかった場所、明日の仕事のことも何もかも忘れてアンズイを全力で楽しんだ。ナオニーの歌声をバンドメンバーの皆さんの音を全身に浴びられて感動で胸がいっぱいでした。幸せ空間に会えた喜びにライブ中何度泣いたか何度笑ったか。ライラックタグちゃんもおっしゃっていましたが、思わず歌いたくなる歌詞、一度聴いたらもうバッチリ、いいじゃんいいじゃんって一緒に歌いながら右拳を突き上げていました。本当に今日はいい日だった、最高にね、いつも綺麗な例えや言葉でうまくまとめられないけど、嬉しかったこの気持ちどうしても伝えたかったので、届け届け届いてっていただきました。ありがとうございます、ね、届きましたよ。とてもね、皆さんからもねこうやって熱い感じでいただいておりまして、これもねもうオープニング映像ね、俺もね作ってる時からもう一人で泣けてましたからね。何気にこうね、あの去年からのねあのオープニング映像とかをこうキュッとこうねやってね、あの編集してみたんですけども、でね、今回のデザインをどんな感じでやったかっていうのをタイムラプスですか、さっきまでタイムプラスだと思ってたんですけど、タイムラプスでね、あのそれをガーッとこうね、それをこうオープニング映像の中に入れて編集しておりましたら、もうねそれだけで私は泣けちゃうっていうね、わかりますよ。だからきっとね会場であれをあのね、あそこでね会場で流せる、もともと配信用に作っていたので、あれをね会場でねわざわざねそのなんて言うんですか、スクリーンでこう映してくれるとかね、そういういろいろね手はずも取ってくれるようにね、もう会場の方が本当によくしてくださいまして、でね一緒にその現地の方もそこら辺も堪能できるっていうですね、まあ、あのどっちかっていうとこう物陰にこう映ったりとかしてたので、あのアーカイブで見た方が綺麗にね映像のオープニング映像は見られると思うんですけども、あんなね見ちゃうともうグッときますからね、本当にね分かりますよ、ありがとうございますね。じゃあ続きましてこちらの方ご紹介しましょう。愛知県のネロリからいただきました。のぞみさん、うけんさん、スタッフの皆さん、トラボー、はいトラボー、アライブ2023アンジー配信の方でリアルタイムで参加しました。ありがとうございます。いつものバンドメンバーさんが揃ってる、会場参加の皆さんの声援と手拍子が、笑い声が聞こえる、真ん中にはめちゃくちゃ楽しそうで嬉しそうななおずみさん、もう感動で胸がいっぱいです。ずっと待ち望んでいた光景だった、一つ前に進めたんですね。本当ですね。アンコールの君に会えてよかった、私はポロポロ泣いてちゃんと歌えなかったダメダメちゃんでした。そんなことないですよ。会場参加の皆さんは涙しながらもしっかり声援を送られていたんでしょうね。素晴らしかったです。感動が次への大きな希望となり、また頑張れる元気をくださって本当に本当にありがとうございました。次は絶対現地参加で私もなおずみさんに大きな声援を送りたいです、いただきましたね。本当にそうですよね。さあどうでしょうか、この配信で泣いてるようなネロリが果たして会場に来て歌えるんでしょうかきっとまた泣き声になるかもしれませんけどもね、俺もねこんなに泣くとは思わなかったっていうか、もうねあの涙がこぼれた曲は数曲なんですけども、でもね何回ももう込み上げるねあの感じになったんで、あこんなになっちゃうのかなっていうね、あの先週の放送でもね僕の感想として伝えてますけども、こんなになんかこうねいろんな感情があちこちから湧いてきて、で歌えなくなったり、もうなんかねそういう風に状況になるんだなっていうのをね、もう皆さんもそういう状況だったんだなって、同じだったんだななんてね、一緒にねあの配信の方もそして現地の方もこうやってねあの共有できてて嬉しいなという風に思いましたね。本当にありがとうございますね。いやー最高でしたね。本当に君に会えてよかったはですね、あの関係者の方からもいろいろメール来たんですけども、関係者の方は古くからの方が多いんで、その A to Z のあたりのアルバムの曲とかやっぱりグッとくるらしくってね、あーまたみんなで歌ってんの見たらやっぱりグッときちゃったよみたいなね。あとはあの
配信の時より100倍ぐらいテンション上がってるなおちゃんが面白かったっていうね、ある意味なおちゃん素直だからねっつって、いやーね、配信の時も全然楽しくてテンション上がってるつもりなんですけど、やっぱりね変わるもんだよなっていうね、やっぱリアルとその辺のね差もやっぱ出るんだななんてちょっと思ったりしましたね、やっぱりね。さあ続きましてこちらのメールご紹介しましょう。こちらはですね、しほやからいただきました。ありがとうございます。なおくん皆様トラボーって、はいトラボー、安全お疲れ様でした。はいお疲れ様でした。それぞれで活躍しているプロが集まってなおくんのために、なおくんの曲を演奏してなおくんが歌う。ソロライブなので普通のことなんですが、何年かぶりに実際に見て音を浴びるとそれを感じることができる空間って本当に尊いなと思いました。本当ですよね。歌ってる姿を見ていて、なぜか急に A to Z の DVD のジャケットの姿が現実と重なって見えたり、なおくんが楽しすぎてふわふわしてたり、ライブで新曲発表したりするのを見て何度もなんか昔みたいだなぁと感じていたら、なおくんが MC で最初のライブみたいと言ってて同じような気持ちだったのかなって思いました。本当にそうですよね。知ってる会場だったので配信はもう信用しきっていたのですが、アーカイブを見てて本当に映像が画角がセンス良すぎて好きすぎました。何度ここいいと声を上げたかわからないですっていただきました。ありがとうございます。そしてしほやね、今回もあの素敵な絵をですね、あの感想が長くなるんでってことでね、あのここが感動したよ的なところをですね、あの絵にして送ってくれてるんですけどもね、いやー衣装が可愛いってね、これね、後であの YouTube の方の方はですね、このね動画でもきっとこの絵上がるんじゃないかなと思いますけどもね、あのダボダボしてる感じね、ゆるシルエットが可愛いとか、それぞれがねパンツと靴で個性が出てたって、ね、そうなんですよ。今回ねあのパンツはそれぞれのね私物で、パンツと靴はねお願いしてるので、それぞれのねあのメンバーのなんかあキャラだねみたいなところがあったりとかね、マサは僕のお下がりだったねなんてね。ほんであのメキメキの感想をね別の絵で描いてくれてるんですけども、ブルーの二人の横揺れ久々に生ね、そうなんですよ。みんなねこう生でゆらゆらしたりとかね、メキメキの時の片手で弾いてるジンボちゃんがすごかったね、絵で描いてくれてますね。そうなんですよ、くる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 回しながらやってくれてたりとかね。でジンボちゃんがね、このカメラに抜かれたジンボちゃんの表情がとっても優しい顔してたってね、すぐそこを切り抜けるすごいですよねって書いてますね。そうなんですよ。そして新曲好きでしたね、マサさんの曲も皆さんの演奏も長い付き合いの皆さんだから、なおくんのやりたいこと意を組んでできたのかなって思いました。3月21日のスペシャル版ですね。それからカラクルとか君愛とか会場の皆さんの歌詞とか相まって、ね、涙と笑顔の表情が印象的でしたってね、僕の絵も描いてくれております。本当にね皆さんのおかげでしたね。なんかねやっとこう、まあ21周年目突入してね、初めの一歩新たにっていう風なところでもありましたし、そしてねこのリアルのライブへの向けてのね新たな一歩のね大きな一歩だったなっていう風に思いましたね。本当に皆さんたくさんの感想ありがとうございます。ですねちょっと読み切れなくてっていうところもありますので、後半もですね今週はですね感想をお届けしたいなと思います。ということでですね、この曲お届けしたいと思いますね。絵にも描いてくれました。みんなでメキメキできてめちゃくちゃ嬉しかったですね。ということでお届けしましょう。アルバムエメロスより高橋直澄、メキメキ。
直澄高橋アライブ2023アンズイン321、3月21日のデビュー記念日に行われたスペシャルライブ、ツイキャスプレミアムにて4月4日までアーカイブ配信中。新たにスタートを切る初めの一歩、みんなでまだまだ楽しんでいこう。さあ、ということで後半もですね、アライブアンズイのですね、感想ねご紹介したいと思いますけどもね、配信アーカイブがですね4月4日ね、23時59分までね、やっておりますので、ぜひね皆さんね、まだ見てないよって方もですね、そのオープニング映像とかですね、新曲なんてのもありますからね、ぜひねアーカイブでね、堪能していただけたらなというふうに思います。なんかねもう文字起こしして送ってくれたらでもね、もうみんな堪能してるんだなーなんて思いながらね、読ませていただいておりますよ。さあということで早速ね、後半も感想読ませていただきたいと思います。まずはですねこちら、東京都のさよりからいただきました。ありがとうございます。久しぶりですねメールね。なおくんトラボ大トラボ、アライブ2023アンズイありがとうございました。こちらこそ、4年ぶりぐらいの生ライブ、久しぶりすぎて行く前は実感が湧かずスタンディング私大丈夫なんて思っていましたが、幸せの極みでした。なるほどね。目の前にナオくんがいて同じ空間で歌ってる。ずっと待っていた時は持っているドリンクや荷物、自分の体重さえも無重力、本当に翼をつけてくださったと思いました。アンズイのロゴが翼ですからね。なるほど。キュンキュンしちゃうダーリン、そして、迫力があってめちゃくちゃかっこよかったコントレイル、ずっと大好きなカラクル、聴きたかった曲がたくさんでとても嬉しかったです。嬉しすぎて涙出ちゃって、泣くとナオくんがぼやけるので涙をこらえるの大変でした。そして新曲、心をほぐしてくれる優しさあふれる歌、すごく染みました。今もライブでもらった力がいっぱいみなぎってとっても元気になりました。最高のライブありがとうございましたといただきました。あー、そうでしたか。なんか素敵ですね。なんかそのふわふわしてるっていう風な言い方を僕よくしちゃいますけども、いいですね。ドリンクとか荷物の重さ感じないっていうね。確かにそういうなんかね、浮力がもう翼を授かる、もうなんかのエナジードリンクみたいになっちゃってますけども、そんな感覚ってありましたからね。そうですよね。もうね、ダーリンとかの歌詞もね、もうね本当にこう、まあコロナ禍の中で作った曲たちでもありましたので、そういうねコントレールももちろんそうですけども、なんかね、そういう曲たちを皆さんとね、配信の皆さんと、そして現地の皆さんとね、歌ってる時にですね、なんかこう、ああ本当にそうなんだよ、本当にそうなんだよっていうのをですね、しみじみと歌詞をかみしめながらね、歌うことができたななんていうふうにも思いましたしね。ねえ、やっぱなんだろうな、こう皆さんがこうハッとこう息を飲んだりとか、そういうのがねこうリアルタイムでねパッとこうね感じられることもやっぱり嬉しかったりとかね、配信の時もねこう皆さんがあっと思った時にあってこういろいろ書いてくれるんですけども、そうあって打つ時間とでポンってやって、そっからねタイムラグがあるその僕のところに届くまでがやっぱりこう 2,3 分かかったりしてるので、そういうところのねそれもそれで楽しいんですけども、それがこうリアルタイムでポンポンって来た時のこの嬉しさがね、あーこれなんだなーっていうねところがあってね、早くこうみんなでねまあね、配信で楽しんでくださってる方でね、今現状ねなかなか厳しいよみたいな方もね、現地行くの厳しいって方もまだたくさんいらっしゃいますので、そういう方はねその配信で楽しんでいただけてるっていうのも本当に嬉しいことですし、でねガンガン現地行けますよって方はですね、またこうやって現地でも楽しんでいけるようなね、そういう風になっていけたらな、本当にいいなっていう風にね思いましたね。うん、さあ次のメールご紹介しましょう。こちらですね、群馬県のシランからいただきました。ありがとうございます。ナオ兄の歌声を全身で浴びた、その一言に尽きる最高のアライブでした、ありがとうございます、配信でも音量をギリギリまで上げてみたりすることもあるのですが、歌とサウンドに包まれる感じや、ナオ兄がジャンプするたび足をドンとするたび床から伝わる振動が生のアライブだと同じ時間を過ごしているんだと感じさせてくれて本当に嬉しかったです。あー、なるほどね。
ジャイブ&ジュークはもちろん今まで何度も聴いてきた曲たちもこの数年の会えない期間の葛藤や寂しさを代弁してくれるかのようで、とても心にグッときたし、みんなで拳突き上げたり合唱したり楽しいで溢れたすごくすごく幸せな一日でした。本当にありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。いやなんかこういうのね、本当に皆さんからのメール読んでるだけでももうグッときてますからね。もうね、そうそうって思い返すだけでもまさにそうだったね。ジャンプしてドンっていう振動が伝わってきたなんていうのは、これやっぱりね、現地の良さと言いますかね。あとはそのまあ DVD とかの時だとね、よく言われたんですけども、リアルでね、そばで見ていると、感想の時とかの息遣いとか、マイクに入ってない生の音がそのままダイレクトにリアルで伝わってくるみたいなのがね、やっぱりね、嬉しい。あ、会場はいいなみたいなのもね、リアルでずっとやってたツアーやってた頃なんかもですね、言われたことだったので、またね、久しぶりにそういうのを感じられて、きっとあ、そうだったなみたいなね、なんか思い出すことも多かったんではないかななんていうふうに思いましたね。ありがとうございます。さあ、もう一つご紹介しましょう。こちらはですね、愛知県の高見からいただきました。ありがとうございます。アライブアンズイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。私は会場で参加させていただきました。もちろん配信もアーカイブで参加しました。ね、ありがとうございます。これですよ、これですよ、本当にね、両方で楽しみ方ありますからね。デビュー記念日をアライブでお祝いできるなんて本当に嬉しかったです。久々の東京、それだけでも夢みたいなのに、直澄さんに会えるなんて本当と不思議な感じがしました、ね、本当にね、ここ数年で本当にたかだかこの3年と思いますけど、そういう感じになりましたよね。本当にね、待ちに待ったアライブが開演し、皆さんがステージに登場したのを見て、スマホの画面越しではなく同じ空間にいること、拍手や手拍子は私だけじゃなくみんなと重なって大きく聞こえてること、これだ、この感じだとしみじみ思い、とても嬉しくて感動したアライブでした。またさらに多くの直倉さんと一緒に盛り上がれる日々を楽しみにしていますね。え、その日に向かっての初めの一歩を今回は踏み出せました。直澄さん最高、アライブ最高っていただきました。本当にね、本当にまさにそうでしたね。ありがとうございます。そして、高見はですね、終わった後、友達と乾杯した時の写真ということでね、ペットボトルにシュシュを、ね、手首につけて写真を送ってくれましたね。いろんなつながりが皆さんあると思いますしね、久しぶりに現地で友達に会えた、嬉しいね、そんなところもですね、ね、皆さんとこうね、共有できて、あ、久しぶりなんて、僕と会えたのも嬉しかったし、友達と会えたのも嬉しかった、そんな感想もたくさんいただきましてね、ということでね、この曲をですね、お届けしてみたいなというふうに思いますね。え、遠くで近くでそのね、声を感じてる、ね、そんな曲でございますね。皆さんにまたね、CD 音源で届けたいなというふうに思います。ということで、たくさんのメール、皆さんね、本当にありがとうございましたね。ゆっくり読ませていただきましてね、本当にね、まだまだアーカイブ4月4日火曜日までやっておりますので、皆さんぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、お届けしましょう。アルバムジャイブ&ジュークより高橋直澄、ダーリン。僕が描くこの景色に君だけがいない、くるくる響く笑い声、遠くで近くで感じている、ダーリン、溶け合うように混ぜた絵の具のように、綺麗だけじゃない、その全てを、ダーリン、愛よりももっと溢れ出した想い、ありのままでいいから、すぐに抱きたい、抱きたい、抱きしめたい、この胸の裏
だりたとえどんなに引き裂かれてもこの手が引き合うよ生まれ変わってもまた出会うから時を超え Darling 言葉じゃなくて思い出でもなくて命刻まれたこの絆を Darling 愛よりも送りしてきました高橋尚澄のトラブルメーカーいかがだったでしょうか、10月27日映画デジモンアドベンチャー02ザ・ビギニングぜひお楽しみにしていただきたいと思います。そして6月3日4日ですね横浜アリーナで開催されるテニプリフェスタ、2023アンダーセブンティーンワールドカップ、ね、私出演決まっております。いつの間にかすごく近づきましたね。あともう2ヶ月ぐらいなんですね。驚きます。頑張りますんで皆さんぜひ遊びに来ていただきたいと思います。そして4月の4日までですね、このアライブアンズイ、今日もたくさん感想をいただきまして皆さん本当にありがとうございました。嬉しかったです。ぜひ皆さんね、新曲も合わせて楽しんでいただけたらなというふうに思います。よろしくお願いしますね。ということで番組では普通のトラメ番組の感想リクエストメールでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシーズのお題は最初の一歩、そして、私的リバイバルでございます。そして、ライトナウナイミナラバレニクレインということでただいま絶賛パトロール中の危なおでかにも気軽に相談していただきたいと思います。さらに、1000回放送に向けてのお題トラメカとの出会い、ね、募集始めたいと思います。これは私的名場面とかですねこんな思い出なんかもね合わせて送っていただけてもいいかもしれませんね。というところでいつものメアドまで送っていただきたいと思います。お待ちしておりますね。というところでお時間が来ました。30分のお相手は僕高橋尚澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。明日もいい日だよ。それでは今夜はおやすみせのまったねー。初めて出会ったあの場所が言葉より伝わるもの感じてた。忘れないで忘れないよ悔しくて辛い涙も嬉しかった涙もまたね開いた光ひまわり透き通った青空。高橋尚澄ニューアルバムジャイブ&ジューク好評発売中。最高のアルバムできたよ。大いに楽しもう。